つもカーカーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はこちらの車、常に進化をし続けているロングセラーブランドのカローラシリーズ。国産車の販売台数は過去1位を獲得した実績を持っているんです。カローラは時代に合わせた進化が止まらない。さらに今年の4月になるんですけれども、カローラは内装の装備を含めた一部改良が行われました。街乗りはもちろん、スタイリッシュでかっこよく目が離せない車になっています。そんな人気のカローラのグレード比較を今回行いました。比較を行ったのはハイブリッド車を対象にしてまして、最上位グレードと中間グレードで比較をしていきます。まずハイブリッド最上位グレードは268,300円となっています。全長、全幅、全高はご覧の大きさになります。非常に手軽な大きさですね。平均燃費はリッター 27.9 キロ、走排気量はおよそ 1.8 リッターとなっています。カローラシリーズなんですけれども、中間グレードはハイブリッド G グレードになりまして、260,400円で販売。平均燃費はリッター 30.2 キロとなっています。今回は最上位 WB グレード、中間 G グレード、こちら価格差はおよそ26万円の差があるんです。この26万円の差、どのような内装や外装の装備で違うのでしょうか。徹底的に解説をしていきます。先日行われた一部改良を含めた内容になっています。まず外装の違い、一つ目はタイヤのデザインが大きく違います。最上位グレードの場合はどのようなタイヤのデザインになっているのでしょうか。17インチタイヤ、ダークグレーメタリック塗装でセンターオーナメント付きのタイヤです。一方、中間の G グレードの場合はご覧のデザインになっています。タイヤは15インチ、樹脂フルキャップ付きのスチールホイールとなっています。ここでタイヤに関するちなみに情報です。タイヤは G グレードの場合に限られるんですけれども、なんとこちらのセンターオーナメント付きのタイヤを78,100円でオプション購入ができます。ペアタイヤに関しては 2WD のみ 14,300円で購入可能です。続いて2つ目の違いはフロントロアグリル。最上位グレードの場合はご覧のデザインになっています。フロントロアグリルにはツヤありブラックの施工が施されており、非常に豪華です。一方、中間の G グレードの場合をご覧ください。フロントグリルはブラックが基調としてあしらわれています。続いての違いはリアスポイラーの違いです。最上位グレードの場合はどのようなデザインになっているのでしょうか。リアスポイラーを見ていきましょう。リアスポイラーはダークメタリック塗装となっています。一方、中間の G グレードの場合、リアスポイラーはありません。こちらオプションでも購入できません。4つ目の違いはヘッドランプのデザイン、機能が大きく異なります。最上位グレードの場合はどのようになっているのでしょうか。ヘッドライトにはバイビーム LED ヘッドランプをはじめとしフル LED 仕様です。バイビームヘッドランプは一灯の光源でハイビームロービームの切り替えを行います。一方、中間の G グレードの場合は3灯式の LED ヘッドランプ仕様となっています。5つ目の違いは LED フロントフォグランプの装備差になります。まず最上位グレードの場合はどのようになっているのでしょうか。こちらをご覧ください。なんと LED フロントフォグランプ標準装備となっています。一方で中間の G グレードの場合はご覧のようになります。フロントフォグランプオプション 22,000円で購入が可能です。6つ目の違いはウィンドウシールドガラスの装備差です。まず最上位グレードの場合はどのようになっているのかご覧ください。ガラスは高遮音性のガラスが標準装備となっております。非常に遮音性も高そうですね。
一方、中間の G グレードの場合ですと、ガラスに遮音性はありません。もちろん、多少のね、音の遮りはあると思います。7つ目の違いは、ウォッシャーに関する違いです。まず、最上位のグレード。どういった違いがあるのでしょうか。ウォッシャーには、時間調整式の機能が追加で装備されています。一方、中間の G グレードの場合ですと、ウォッシャーに時間の調整機能は残念ながらありません。ですが、通常通り使用することはできます。外装に関してその他のオプション機能です。LED のリアフォグランプは1万1000円で購入が可能です。続いては、トヨタカローラグレード比較、内装の違いについてたっぷりと見ていきましょう。違いはまず1個目、ステアリングヒーターに関する違いがあります。最上位グレードの場合ですと、ご覧の装備になっています。なんと、ステアリングヒーターは標準装備となっていて、冬は非常に重宝しますね。一方、中間の G グレードの場合ですと、ステアリングヒーターはセットでオプション購入ができます。セットの内容と価格は後ほど紹介します。続いての違いは、マルチインフォメーションディスプレイに関する違いです。最上位グレードの場合ですと、ご覧のマルチインフォメーションディスプレイになります。12.3 インチのカラーマルチインフォメーションディスプレイです。一方、中間の G グレードの場合ですと、ご覧のようになります。7インチのマルチインフォメーションディスプレイが標準装備となっています。続いての違いは、カラーヘッドアップディスプレイに関する違いになります。まず、最上位グレードの場合をご覧ください。カラーヘッドアップディスプレイはオプションになりますが、セットオプションで購入することが可能となっています。こちらのセットオプションの内容は、後ほど価格とともにご説明します。続いては、シートの表皮に関するデザインが異なっています。まず、最上位グレードの場合はご覧の装備になっています。合成比較とレザテック仕様になっていまして、ブラック一色です。かと思いきや、オプション設定もあるんです。カラーはなんとホワイト、1100円をお支払いいただくと選択可能になります。一方で、中間の G グレードの場合ですと、シートの表皮はご覧のデザインです。ファブリック仕様、ブラック一色の標準装備となっています。続いての違いは、フロントシートに関する違いです。最上位グレードの場合は、ご覧のフロントシートになっています。運転席は 6way マニュアルシート、助手席は 4way、スポーティー仕様になっています。一方、中間の G グレードの場合ですと、運転席は 6way、助手席は 4way マニュアルシートですが、上級のノーマルタイプです。13個目の違いはシートヒーターになります。まず、最上位グレードの場合をご覧ください。なんと、この度、シートヒーターが標準装備となりました。冬場に非常に快適です。一方、中間の G グレードの場合ですと、オプション 27,500 円でシートヒーターを装備できます。14個目の違いは、リアシートに関しての違いです。こちらご覧ください。リアシートを倒すとトランクスルーが可能となる分割式のリアシートです。最上位グレードの場合ですと、こちらの分割式のリアシートが標準装備となっております。一方で、中間の G グレードの場合ですと、リアシートは一体固定式となっておりますので、少し使い勝手がしにくいかなと思います。15点目の違いは、インパネオーナメントの違いになります。まず、最上位グレードの場合ですと、ご覧のデザインです。スモークシルバーメタリックに、ピアノブラック加色が施されています。一方、中間の G グレードの場合ですと、ご覧のデザインです。シルバーにピアノブラックが加色されているといったデザインですね。続いての違いは、センタークラスターのデザインの違いです。最上位グレードの場合は、
ご覧のデザインとなっております。センタークラスターはスモークシルバーメタリックデザインとなっています。中間グレード G グレードの場合ですと、センタークラスターはサテンメッキ調となっています。こちらも大きな違いですね。17個目の違い、ドアトリムガーニッシュのデザインの違いです。最上位グレードの場合はこちらのドアトリムガーニッシュです。スモークシルバーメタリックとピアノブラック塗装が施されております。一方、中間 G グレードの場合をご覧ください。ドアトリムガーニッシュはシルバー化色一色となっております。18個目の違いはドアのアームレストの表皮の違いです。最上位グレードの場合ですとご覧の表皮となっています。ドアのアームレストはステッチがついた合成比較巻きソフトタイプとなっています。一方で中間の G グレードの場合はシート同様ファブリック仕様となっています。19個目の違いはセンターコンソールボックスに関する違いになります。まず最上位グレードの場合をご覧ください。センターコンソールボックスはステッチ付きの合成比較巻きの豪華なデザインですね。一方、中間の G グレードの場合ですとセンターコンソールボックスはファブリック巻きとなっていまして、内装すべてファブリック同一ですね。20個目はリアセンターアームレストに関する違いになります。最上位グレードの場合こちらをご覧ください。リアアームレストはドリンクホルダーが付いていて標準装備仕様となっています。中間 G グレードの場合ですと後席リアには装備ありません。そしてオプションでも装備はできませんのでご注意ください。21個目、エアクリーンモニターの装備の違いです。エアクリーンモニターとは車室内の空気汚れを検知してくれる便利な機能になっています。最上位グレードの場合ですとこちらのエアクリーンモニターの使用は標準装備となっています。非常に快適な車内になりますね。一方で中間 G グレードの場合ですとこちらの機能はセットオプションで購入が可能となっています。内容は後ほど紹介します。22個目の違いはナノ EX に関する違いです。ナノ EX とは今回助手席側のエアコン吹き出し口から放出される空気です。非常に抗菌作用や脱臭作用もあります。最上位グレードではナノ EX は標準装備となっています。中間の G グレードの場合ですとナノ EX はセットオプションで購入することが可能です。ぜひ女性の方を中心に手に入れてほしいですね。こちらセットオプションにて14,300円で購入可能です。23個目の違いはイルミネーテッドエントリーシステムです。この機能はドア開錠施錠開閉の際にルームランプなどの照明が自動で消灯点灯してくれる便利な機能です。最上位グレードの場合はセットオプションになります。カラーヘッドアップディスプレイとのセットで 59,400円で購入可能です。中間 G グレードの場合は残念ながら購入をすることができませんのでご注意ください。24個目の違いはディスプレイオーディオになります。実は最上位のグレードと中間の G グレード、標準では8インチのディスプレイとして全く同じ装備になっているんですね。非常に見やすい装備になっているんですね。しかも4つのスピーカーが搭載というところは標準装備で同一なんです。なんですがここでちなみに情報になります。実はこちらもオプションがありまして 10.5 インチのディスプレイ、そしてスピーカーの数が6つのスピーカーが搭載されているオプションも選択することもできます。それだけではなくてセットになってます。ドライブレコーダーとバックガイドモニターの録画機能のついたもの以上のセット内容になりまして、4つ合わせて121,000円でオプション購入が可能となります。25個目の違いは置くだけ充電の機能です。最上位のグレードに関してのみになりますが、
こちらオプションで置くだけ充電を13,200円で装備することが可能となっています。ということは、中間の G グレードの場合ですと置くだけ充電はオプション購入することができませんのでご注意ください。その他、内装に関するオプションについてまとめてみました。非常時給電の機能がついたアクセサリーコンセントは44,000円でオプションすることができます。続いてはトヨタカローラグレード比較、安全機能に関する比較になります。なんですが、安全機能に関してはオプションのご紹介します。ブラインドスポットモニター機能、降りる際に活躍する安心降車アシストの機能、さらにはスマホにアプリをインストールするとご自身のスマホが車のキーとして使用ができるデジタルキー、3年間は無料で使用することができます。以上の機能がセットになってまして、オプションで購入することがこの度から可能となりました。その他にもサイドターンランプ付きのカラードドアミラー、ヒーターとブラインドスポットモニターのついたこちらの機能になっています。どういったものなのかは文をご覧ください。以上の機能すべて4つついた状態で、最上位グレードでは83,600円、中間の G グレードにはデジタルキーの機能ありませんが、ご覧の56,000円でオプション購入可能です。ここでまたまたちなみに情報、後方接近車両のパーキングサポートブレーキ機能のセットもあります。最上位グレードでは83,600円で購入が可能となっています。中間の G グレードでもデジタルキーなし、同じく56,000円で購入可能です。最後はトヨタカローラのボディカラーと内装カラーの比較をしていきます。実は最上位グレードの場合と中間グレードの場合異なりまして、最上位グレードでは画像のマッシブグレー、黒が印象的なアティチュードブラックマイカをはじめとし、オプションカラーではスパークリングブラックパールクリスタルシャイン、情熱的な赤色センシュアルレッドマイカ、そして一番人気ともいえるプラチナホワイトパールマイカ、以上がオプションでも設定可能。中間の G グレードの場合ですと標準色としてスーパーホワイト、非常にメタリチックなシルバーメタリックといったお色、さらには最上位グレード同様にアティチュードブラックマイカ、そして G グレードではブルーメタリックといったカラーまで標準色となっています。オプションではセンシュアルレッドマイカ、そしてホワイトのプラチナホワイトパールマイカをオプションで選択可能です。内装のカラーについても少し異なる点がありますのでご紹介しておきます。最上位グレードの場合は剛性比較レザテック仕様のブラック一色かと思いきや、実は内装もオプション設定がありまして、1100円お支払いいただくとホワイトも選択することが可能となっております。一方、中間の G グレードの場合ですとファブリック仕様のブラック内装色は1つのみとなっております。簡単ではありましたが、一応徹底的なグレード比較を行ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。最上位と中間 G グレードの違い、なんと外内装やボディカラーを含めると27個ありました。いかがでしたか？カローラは特に世代を問わずたくさんのユーザーから愛されている車、しかも非常に人気の車でして、カローラクロスといった SUV なども売れ行きが好調です。今現在ではカローラ納車までの期間はおよそ2ヶ月ほどだそうです。手軽で乗りやすいながらもしっかりとしたかっこよさを引き出す車、カローラが気になった皆さんはぜひお近くの店舗やネットで調べてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は今すぐポチッと登録をお願いします。高評価コメントもお待ちしてます。 SNS は概要欄からフォローお願いします。
ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。